マルシーマークニュースサイト調べ、調べでも記報の通り、女優の松井和代、60、が、元夫で俳優の船越英一郎、57、から、名誉毀損の罪で刑事告訴されていた件で、松井が今月中にも書類送検される見通しであることが報じられた。急展開を迎えた騒動に、インターネット上では様々な事態が巻き起こっている。松井、厳重処分の意見付き書類送検へ昨年、YouTube や SNS を駆使して、元を、船越、のプライベートなどを暴露し、名誉を毀損されたとして、船越本人から刑事告訴されていた松井。松井は、動画の内容はすべて事実である、とし、私は一切嘘をついておりません、などと主張してきた。しかし報道によれば、警視庁は、内容が事実かどうかに関わらず、公の場で元の名誉を傷つけたなどとして、今月中に、起訴、や、略式起訴、を求める、厳重処分、の意見付きで書類送検する方針、であるとのこと。松井が暴露してきた、船越の、バイアグラ不倫、などの真相がどうであれ、松井は、前回一般、となってしまう可能性が、非常に濃厚である、ということになる。アドズバイキオスクド、松井メンバー、誕生、ネット騒然報道を受けて、インターネット上では、松井メンバー誕生か、ついにメンバー入りか、などといった声が続出。メンバーつけないの、松井メンバー爆誕、松井さんもついにメンバー入りか、松井メンバーの取り調べは刑事の方から聞かなくてもずーっと喋ってくれそう元通。山口達也が女子高生への強制わいせつ容疑で書類送検された際、山口達也メンバーと報道され、話題になったことから、松井さんにはメンバーつけないのといった声も。松井のニュース速報で珍事これまで、様々なインパクトのあるニュースを投じてきた松井。先月、船越から刑事告訴された際には、日大アメフト部の話題で、松井のニュースが霞んでしまった、ことが話題に。今回も、彼女の報道についてちょっとした珍事が。なんと、彼女の報道記事が、エンタメ、ではなく、地域、のカテゴリーに分類されているという。調べ編集部でも確認してみたところ、画像は、Yahoo ニュース、地域。カテゴリーページのスクリーンショット、やはり、地域、に分類されていた。女優であり、一時期は、大人気 YouTuber、でもあった松井。さらに、今月6日には投資家として、仮想通貨を始めたこともブログで報告している。Yahoo での現象は何らかのトラブルであると推測されるが、彼女のカテゴライズ問題はかなり難解であることは間違いない。松井和代の言動、8割以上が見苦しい。調べ編集部が全国の松井和代を知る20から60代の男女1144名を対象に調査を実施したところ、全体で 81.8% もの人が、最近の松井和代の言動は見苦しい、と回答。マルシーマークニュースサイト調べ、多くの人が、彼女の過激な言動について、否定的な意見を持っていたようだ。前回一般、となってしまうことが濃厚になってきた松井。今後の展開が注目される。
合わせて読みたい、松井和代、バイアグラ 100ml 男、がトレンド入り、近年稀に見るパワーワード、文、調べ編集部、もやこイラスト、三木島、調査概要。広報、インターネットリサーチ、クズー、調査期間、2017年7月14日から2017年7月17日対象、全国20から60代の松井和代を知る男女1144名、有効回答数、